はあはあはあ。あ、もしもし。もしもし。もしもし。あ、お願いします。あ、お願いします。それ、さきさんとしゅんさんで。あ、はい。五十嵐しゅんです。あ、よろしくお願いします。はい。まあ、じゃあ自己紹介終わったらもう普通にぶっ込むわ。偏見ですごい申し訳ないですけど、ちなみに普段休みの日何されること多いですか？映画。お前らアイテム投げろ、アイテム。あ、映画とか。映画なんか好きなものあるんですか？どうでもいいやろ。ハリー・ポッター。ハリー・ポッター好きなんですね。なるほど。ロナルド・ウィーズリー。一番最初の賢者にしかずっと見てるんですか？あ、そうです。あ、そうですね。めっちゃ見てるじゃないですか、もう。はい。お前、絶対賢者にしか知らんやろ。炎のゴブレット知らんやろ。話とかありますよ。なんか炎のゴブレットとか、なんかアスガバンのシールみたいな感じとか。知っとった。マルフォイが好きで。あ、マルフォイ。そうですよね。今はお金貯めたい。ちょっとこれ、1925になっていこう。1925。そういうの。1925になっていこう。1925になったら、俺が暴言吐きます。一応僕の教えてるビジネスの内容なんですけど、僕 SNS マーケティングってのを教えてます。うん。で、それどういうものかって言ったら、一番最初まずテーマっていうのを設定しまして、女性なら韓国語とか食べますね。うん。恋愛とかでも需要ありありじゃないですか、正直。あ、そうですね。ね、もう恋愛興味ない人探すって方が難しいですし。うん。あとこっちが先にお金を払うことがあるのか、受験とか選んでしまったら元も子もないかなと思うんで、ああ、はい、そんな感じで選んでもらっていいかなと思います。うん。で、まあそういうふうに選んでもらった後に、まあその後僕ら SNS 使うんでインスタを使うんですね。はい。インスタで新しいアカウントを作成して、で投稿とかをまあそのテーマに合わせて投稿していって、でそれでまあインスタのフォローとかをしていって、はい。でそこからフォローした人からその悩んでる人、そのテーマに悩んでる人たちの悩みを解決して。その対価として収入に得ていくみたいな感じですね。はい、基本的にはお悩み解決で収入に得ていくみたいな感じです。簡単になる。それをオンライン上で効率よく収入を生み出していくっていうのが SNS マーケティングだなと思ってもらいたいです。あ、はい。例えばじゃあ、さきさん、他の僕の教えは、実業っていうテーマであるじゃないですか。あ、大丈夫ですか？あ、今日、強制中ですか？あ、強制中っていうのは、いえ。大丈夫ですか？あ、さきさん続けていいですか、話。あ、はい。やばい。よし。お前ね、じゃあ次。1913でいく。1913でいく。1913でいく。あ、なんか聞きたいことちょっと僕あるんですけど。あ、いいですよ、全然しないです。これってどれくらい稼げるんですかね、やれば。大体そうですね、僕の教えてる方で平均で、2、3ヶ月で10から30万ぐらいですね。すごいっすね。そのとんでもない、そのとんでもない。強制とか。強制っていうのはどういうことですか？あれ、なんか強制的なことってありますか？例えばそのどういうものですかね、ちょっと。なんかこれをやんなきゃダメだみたいな。まあある程度のその収益上げるためのその作業っていうのはやっぱ大事になってますね。それはそうなんですね。はいはいはい。それはもう絶対やってもらってみたいな感じで、まあそれぐらいですね。でもなんかセミナー行かなくちゃいけないんだとか。なるほど。それってちなみに何を結局したらいいんですかね？要はインスタでアカウントを作成したりとかですね。で、公式 LINE ってアプリがあるんですけど、はい、公式 LINE とかご存知ですか？はい。それの URL をインスタに貼るところがあるんで、そこで、言ったら、その、悩みある人の解決をどんどん、あそこで何人も集めていってみたいな。インスタのアカウントを作って、公式 LINE の URL をインスタに貼るってことですか？そうです、そうです。貼ってそこの URL に相談者が来て解決すればお金が入るみたいな感じ。そう、解決してそれで電子書籍を購入してもらったりとかサービスを延長してもらうことでお金を得ていくみたいな感じですね。そうです、その相談する人たちの悩みを解決していくって感じですね。それでもどうやって相談する人たちは来るんですか？そのインスタの投稿を見たりとか、そのアカウントを見て、ちょっとこういう人恋愛でこういうの詳しいことしてるからちょっと聞いてみようかなと思ってそっちに入ってもらったりとか。でも作ったばかりのアカウントでそんな相談してくる人います？フォローしたら見たりとかしますね。ちょっと興味本位でみたいな。それってフォロワー何人ぐらいなんですかね？だいたいみんな200人ぐらいからスタートしてる方多いですね。200人の人でなんかそう稼ぎ出してやるってことですか？そうですね。その200人のフォロワー集め方も僕らのマニュアルがあるんで。自分で言ってて苦しいの分かんない。は？だからインスタのアカウント作ってフォロワーが200人で稼げるようになるみたいな話してましたよね。誰が来るんだって、200人のフォロワーに誰が相談しに来るんだっつってんだよ。だから参考があるって言ったじゃないですか。参考見せてください。見せてくださいよ。それ見た判断。だからそれは見せれないって言ってるじゃないですか。見せれない。だから適当なもんでしょ。どうせ参考書みたいな。バカしか騙せない参考書やろ。バカしか騙せない参考書。見せれないってことはそういうことやん。何もできないやん。何もできないやん。だからどうせ君を騙された側の人間でしょ。で、またなんか俺らみたいなバカみたいなやつを引っ掛けて、で、自分の肥やしにしようとしてる。言わんほうがいいですけどね、はっきり言って。ああ、そうですか。はい。わかりました。じゃあ俺天才なんで、俺じゃごめんなさい、天才なんで、まあ君たちがやってることなんとなく分かってるんですよ。ああ、そうですか。勝手に言ってもらえばいいんじゃないですか。勝手に言っていいんですね。じゃあ今許可いただいてんじゃ勝手に言っていいんですね。いいんですね。本当にいいんですね。勝手に言って。うん。いいんですね。警察に突き出すのになんならしてください。それたら。わかりました。じゃあ勝手にあなたのこと言わせていただきます。今後。あえて社長につなぎましょうか。それでしたら。社長につなぐ。ちょっと待ってください。その代わり。よければいい。いやもうこのままじゃあ通話つないだまま社長入れてもらっていいですか。はい、そう全然、はい。いやだからあなたには一切お金入らないって話だったじゃないですか。ってなると僕らがこの仕事をレポートに対しては入らないですけど、教えるってやったらそのコンサル料はありますけどね、もちろん。それがコンサル料が発生する。はい。いくらですか？月1ですね、そこは。うん。月1どういうこと？月1万円ってことですか？月1万円で払ってもらって、で上限が枠が決まってるんですけど。ああ、なるほど。ってことはじゃあ僕らは月1万円を払うとあなたに。で、はい、それでもし僕らがレポートを売りつけることができなかったら僕らってマイナス1万円ってことですか？いやまあそれはもちろんその作業をやってもらって、ああ全然いや別に苦しくもなってもらって、まあ、いやだからあなたが言ってるのってインスタでねアカウント作ってそこに URL 貼って相談者募って相談者にレポートを売りつける仕事をしましょうと。でそれはコンサル料1万円かかりますと。でその仕事で成功すると思いますか？はい、月1万稼げると思う？できるそれ。じゃあお前今できる？お前やれるそれ。お前やれる？自分自身がそれ。できないだろ。言い方悪いですね。できない。つまりできないから高難易度な仕事を俺ら押し付けられてるので、月1万のコンサル料とか言って俺らは払い続けるわけで、これどん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 マイナスになっていくっていう仕組みやろこれ。で俺らがじゃあ稼げねえって1万以上稼げねえなんとかしてくれっつってもさ、それは自分のせいとかなんとか言うんだろ。どうせその時に言っとるけど、お前、マジでもう最後だからな。正直に言わないと、本当お前とんでもないことあるね、本当に。あ、もういいですけども。お前の5億倍 SNS 詳しい俺が教えてやるけど、インスタで、その方法でお金稼ぐこと 100% 無理っすよね。ああ、そうっすか。まあ、じゃあ、やったらいいですけど。いやいや、そうっすよね。無理っすよね。だから、それ分かんないんですか？分かってて、それとも、俺らのこと騙してるのか、本当に分からないのか、どっちなんですか？いや、そんな何言ってんすか、ほんまに。だから分かってますよね。その今のお前のやり方でお金稼げないの分かってますよねって。いや、稼いでる子が実際いるんでね、それは。はいはい、もういいから、じゃあ誰だよ。言ってみろよ。ほんなら。誰やねん、稼いでるやつ。いや、そんなの、個人名教えるわけないぞ、そんな。なんでやねん。だってそいつ相談受け付けてんやろ。あらら、あららららら、相談受け付けてんですよ。僕、その人に相談したいんで教えてもらっていいですか？なんすか、あんといきなり。本当に何も教えられないでしょ。ああ、そうですか。もうこれ最後ですよ、本当に。最後って言われても変わんないですよ、それも。ああ、そうですか、分かりました。まあ、皆さん、じゃあ、こちらの方ね、はい、こういう方が若者を騙そうとしてます。身分証を載せてるみたいですけど、関係ないですよ、全く。しかも、住所載ってないし、身分証見せてるんです、ね。顔出ししてるやつが身分証の顔載せてるだけやんけ、これ。全くもって、何の役にも立たないやろ、こんな。君もお金がなくて苦しいんだろうとは思うんすけどね、その若者にね、騙そうとするなよ。それを言いたいよ、俺は。若者を騙そうとすんな。で、社長もフォロワー100人しかいねえじゃねえかよ。こんなやつが社長かよ、おい。何の影響力か。社長のことをバカにするのはすごい失礼ですね。ちょっとさすがにやめてもらっていいですか、別に。だから社長のことめちゃくちゃ崇拝してるわけじゃないですけど、人のことバカにするのは、人としておかしいですよ、さすがに。それは間違いない。じゃあ、聞きましょうか、皆さん。無料公開してくれるらしいですよ。SNS の稼ぎ方。完全無料公開。まあ、っていうことは、まあ、じゃあ100万人相手でもね、無料で公開してくれるでしょう。なるほど。はい。困ったな、これ。すいません。いや、村山さん、相手はミスったな、もう完全に、君は。ちょっと返信するんで、ちょっと待ってくださいね。日向さん、マジで来ないけど、どうしたの？日向さん、ブルっちゃったんじゃないの？もしかして。実は日向さん、今、コロナで、ちょっと熱出してて、40度ぐらい熱出てて、実は。今、思いついたの？その言い訳は。いや、そうじゃないですよ。全然。だとしたら、はい、そのコロナで40度の熱がある人物を今呼びましょうかってあなた言うんや。鬼やね。そうですね。いや、まあ、しゅんさんが呼んでほしいって言ったんでね。まあ、でもさすがにね、そこまで。呼んでほしいなんて言ってませんよ。僕、あなたから、じゃあ社長呼びましょうかっていきなり言って、じゃあ呼んでくださいって言ったんですよ。そうっすよね。ちょっと待って。全部なんかもうお前頭悪いなマジで、今まで会話した内容覚えてないやろ。まあすいません、失礼しましたそこは、うん、ちょっと待ってください、もしかしてこれさんですか？何？はい、あ、これさん、本当すごい。何？いや、今気づいたの？結構動画見てました、これさんの。はい、じゃあもう分かりますよね。あ、すみません、はじめまして、浩平です、よろしくお願いしますいや、はいはい、よろしくお願いします。はい、あ、そうやったんや。なんかめちゃくちゃちょっとあれ、ヒカルさんとかいろいろコラボされてる方ですよね。まあ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 、はい。てか俺これさんにあんなこと言ってしまったやん。いやもうどうでもいいんだよ。嬉しいって言ったら変な、すごい失礼で申し訳ないですけど。いいからもうどうでもどうでもいいからヒューが呼んでこいって。ちょっとやっぱ40度熱あるってなってしまって。何、ヒューが君出れないって？はい、すいませんちょっと。はいはいはい。じゃあなんかボスいないの？君より上の立場の人いないの？それ以外はちょっと今のところ。みんなこれもちょっとなんかすごい後で出しランキングすげえ申し訳ないんですけど、はい、結構最近みんなコロナになっちゃってしまってお前さもう嘘つくなよ本当にマジで。いやちょっとなんでみんなコロナになった、全員コロナになった。ほんまに来てもらってもいいですよ、実際これ本当に来てもらっても。いやいや来たらコロナもう本当やとしてうつるがなお前アホか。そううつります本当に。じゃあ何今社長と LINE してるの？本当に。あ LINE してます。じゃあそれスクショ見せてもらっていいですか？まあ、とりあえず僕からは以上ですね、とりあえず。うん、すいません、ちょっとなんかお疲れ様です。ちょっと3人トークに入ってもらっていいですか？はい、大変申し訳ない。ちょっとやりますね。よろしくお願いします。熱40度で電話はきついです。何のグループですか？いや、なんかやらしてください。会員さんですか？コルコさんです。ならほっといたらいいと思います。俺の名前出しちゃってんじゃん。それはそうでしょ。俺の名前出したらほっといていいってなるよ。うん。だから言い返せれないの、こいつら。こいつらそうなるでしょ。言い返せれないの、こいつら。早い話、まあ、例えば俺が有名だろうが、なんだろうが、大勢の前で声を大にして言えないようなことって明らかにまあ怪しいじゃないですか。もし本当にこの人のねページを見ると SNS の稼ぎ方を完全無料で全て公開しますってなってるんですよ。なんでこれがオープンでできないのって話なんですよ。なんで裏でこそこそやるのかって話。それはね人を騙すためだから。騙すためにオープンじゃなくて裏でこそこそグループツアーなりなんなりして人を洗脳して。でコンサル料1万とか言って払わしてあとは知らんふりっていうやり方ね。でそうじゃないならそうじゃないなんかねものを出していただけたらなって思うんですけど結局出せないでしょって話。うんそうですね。そこはちょっと申し訳ないですけど、はい、出せないですね。そうですね。まあ出せないんで若者を騙すネットワークビジネスを若者に誘い文句で誘うのをやめてもらっていいですかって話をしてるんですよ。わかりました。まあじゃあサキさんに聞いて、じゃあサキさんにもちょっとジャッジしてもらいましょう。サキさんどうですか、今回のネットワークビジネスこれやりたいですか？やりたいですいやまあもうちょいいよ今のこれで YouTube の動画完成するんですか？もうこれ完成だよこれでああじゃねえよおめえさまあ僕まあそうで君たちみたいな人にね人が今インターネット世の中いっぱいいるから君たちみたいな人に騙されないためにねアマゾンでね、今ね、告発、誰も晒せなかった、やばすぎる SNS の闇。これ販売中なんで。それで出すんですか、サインメール。これ、僕の本が今ね、予約購入中なんで、予約販売中。おー、すごいですね。うん。だ君らみたいなんに騙されないための本やから。これ読んで、お前、改めろ、心を。この本を読んで。ちゃっかり番宣するんですね、そこは。当たり前だろ、お前らみたいなのがおるからこの本が出たんや。いや、笑ったら申し訳ないです。でもなんかすごいうまかったね、今、これさん、やっぱ、すげえな。すいません。じゃあ、これ切ってもいいですかね。あ、いいですよ。すいません、ちょっと社長が出れなくて、ちょっと。はい、社長のヒューガにも言っとけ。すいません、申し訳ないです。はい、さよなら。はい、失礼します。うっせろ！しょ。すげえな、これさん、めっちゃ面白いな。やっぱ、すげえな。なんかすごいな、これさ、なんかすごい自分の世界観をちゃんと持ってて、それで貫いてるっていうところが。あ、すみません、失礼します。何を一人でボソボソしゃべってんの、こいつ、チーギュやろ。